今日の下平さんは、うん、ちょっと音ポケさんですね。平成最後だからね。そういうこと。そうそうそう、あのパソコンがなんかどっかのタイミングで、うん、なんかさクルーとか言われてた時があったじゃないですか、うんうん、あれみたいな感じ。そう、でもそれ正常に戻ってくるでしょ。あ、確かに確かに。だからそれと同じ、それと同じ。今さっきバグったんだけど令和でポンと戻る。そうそう、戻る。令和で戻ってもう戻るよって話。いいこと聞きました。もう令和から違う。新生、新生。あ、なるほどね、うん、新生か、うん、新、火星とかじゃない。絶対それ来ると思ってバレた。もう分かった。あ、もうダメだ、ワンパターンすぎる。まあね、なんか新生の人多いらしいですけど、まあいいです、はい、今日はね、モンストの日なんですが、うん、ね、すごいよね、平成最後にいきなりモンストの日っていうね。舐めやがったよ、うん、大きく出てますねって感じですよね、うん、で、うん、そう、これです。平成最後、本当に最後だね、これ本当に最後。マシモンさん、昨日から平成最後出てたけど、今日が本当の最後。これさ、あの俺の知り合いとかさ、これ星5出るかと思ってさ、引いたってやつ結構多いんだよ。俺もそう思った。俺もそう思って、そう思う、昨日動画出して、あ、ゲーテだったか、確定枠がと思ったんだけど、うん、違うの、ね、爆死するんだよ、そう。すげえ友達から LINE 来たもん。本当、それはさすがにバカにす、まあいいや、これ以上、あの、あの運営さんをね、エクスラックさんして、多分言い過ぎてるから、だん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 いろんな YouTuber さんも、なんか俺が言うもんだから、うんうん、俺も言っていいのかなみたいな雰囲気になってきて、みんな攻撃したくなってきてるから、これ悪いだから、なんかこう飛び火しちゃってるよね、ちょっと、ね、そう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 、これよくないから、俺、その諸悪の根源っていうのを、うん、卒業してましたから、あ、令和からは、変わらねえって感じだね、そう、令和でいきますけども、はい、ということで、じゃあ、中心祭ですね、いきますよ、今日は本気でいきましょう、いきますよ、バカそう踏んだ超人もどき。本当にね、皆さんね、平成はいかがでしたでしょうか。本当気になりますね、うん、平成ね、令和生まれ、令和生まれ、あ、そうだよ、生まれいきなり明日生まれるっていうね、そう、子もいるだろうから、令和生まれの子、コメント欲しいですね。子ってそう、おかしいけどね、0歳ではできないけど、うん、お母さん、お父さん、令和生まれの息子生まれました、聞きたい、素晴らしい、聞きたい、それはおめでたい話、素晴らしい。さあ、じゃあ行きましょうか。そんだけで、どうですか、確定音は。ならない、何もなんない。何、本当に最後のガチャです。これは気持ちよくいきたいね、うん、これが次の時代を担うから。そう、バカか、このガチャは。